ペンティアムプロは2枚のチップを横に並べて配置するシップ構造を採用している。左側は演算プロセッサ本体、右側は二次キャッシュメモリとなる。シップは複数の LSI チップを一つのパッケージ内に風刺した半導体及び製品のことである。対語はソーク。従来の集積回路は一つの半導体チップ状に 必要とされるすべての機能を集積することを目標に微細加工化効果が進められてきた。この半導体チップをシステム運営チップという。ソークの欠点は、拡散プロセスが大幅に異なる機能を組み合わせる必要がある場合、例えば CPU と大容量メモリ、抗体圧電源 IC と低電圧 CPU などをワンチップ化するには、拡散プロセスが非常に複雑化し、 製造工期が長期化しやすく高い製造部止まりを期待することが難しくなることである。これを改善する方法として、シップが生まれた。シップでは、大幅に拡散プロセスが異なる機能は、それぞれ個別に最適化した拡散プロセスで製造する。パッケージ上で、それぞれのチップを適切に配線することにより、より高度な機能を持った集積回路を、 より安定した生産プロセスで製造することができる。また、従来にパッケージに分かれていたチップを1パッケージに風刺することにより、実装面積を小さくすることができるため、携帯電話などの小型化を促進する目的にも利用されている。総にも消費電力を抑えられる極端な抗体域メモリを統合可能、チップ間の配線を別に行う必要がないなどの、 メリットがあり、シップと組み合わせて用いられている。ありがとうございます。